1212、皆さんおはようございます。朝3時起きの元男の子で、元高知高校野球部で、元142キロピッチャーの青木かなです。朝3時起きということもあって髪の毛セットする余裕なかったんで帽子でごまかしてるんですけども、今日ですね、オープン前にバッティングパレス花の店さんのマウンドを貸し切りさせていただきました。ありがとうございます。今日はですね、何をするかっていうと、今年の頭からですね、この青木かのもともと男性時代142キロ投げてたということで、果たしてそんな人間が性転換したら現在何キロ出るのかっていう検証してたんですね。前回の記録が115キロだったんですよ。そこでよく褒めていただくのが、もともと男性だったら130キロとか140キロ投げられるでしょって言われるんですけども、ちょっと説明するんですけども、もともと体についていたココチンをですね、私は手術取ってるので男性ホルモンが全くないわけですよ。ということもあって、女性と同じような力しか出ないんで、私をもともと男性だから遅く投げれるでしょ的な色眼鏡で私を見るのはやめていただきたいということで、プロジェクト名がこちら、ドン、4月中に120キロ。その撮影日がですね、今日が4月中最終日ということで、今日はですね、今年頭から休息を出すことだけを目標にトレーニングいっぱいしてきたんで、その集大成を皆さんにお届けします。お願いします。お願いします。お願いしますよ。
大丈夫ですかマジで骨折しないですか。リングだけってなんですか。ここも全部痛いですよ。ちょっとごめんなさい、キャッチのミスとはいえ、そしたらまたリベンジ、そうですね、ちょっとリベンジやりましょう。今回ちょっと入ったらちょっと回る、次ファイナルしたい。ファイナルですね。120キロプロジェクトは手直ってからですけど、もうあれじゃないですか、このグローブのとこにコンクリ入れとけばいいんじゃないですかということで、今日はですね、ちょっと肉団子さんの負傷もあって続行ができないので、また別日に再チャレンジしたいと思います。120キロプロジェクトはまだまだ続くぞ。少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok もありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。